引き続いて質疑を行います柿本委員委員長どうぞえ、広島市東区選出の民主権政会の柿本忠則でございます まずもってウクライナへのロシア侵攻につきまして、この広島県議会でも3月4日に臨時議会を開き、この抗議に対する議決を全一致で可決をいたしました、この被爆地、広島、そして平和都市、広島から知事をはじめ、一日でも早い平和的解決を要望していただくことを冒頭にお願いを申し上げます。さて次年度の県予算は約1兆 1400億円とこの過去最大級の予算が計上されておりますが身近な県政の観点に立ち私の周りでいただいている身近な課題や声に関して質疑をさせていただきますえまず切れ目のない子育て支援の充実に向けた取り組みについてお伺いをいたします県では県民の欲張りなライフスタイルの実現に向け県民が抱く不安を軽減し 安心につなげる施策をこの多数打ち出しておられますが私の周りでやはり一番耳にするのは子育てに関する不安の声です県ではこの妊娠期から子育て期まで切れ目のない見守り支援を充実させる取り組みとして広島版ネウボラや子どもの予防的支援事業などに取り組んでいます これらの取り組みで重要なのは、妊娠期から、そして子育て期に至るまで、保健師などがこう切れ間なく助言を行い、そして相談に乗り、家庭や子どもを孤立させないことですが、乳幼児健診のアンケートでは、この助産師、保健師などからの助言、ケアを十分に受けられたと答えた割合は、全国平均が82.6%に対し、 広島県ではまた、育てにくさを感じたときに相談先を知っていると答えた割合は、全国平均81.8%に対し、広島県では75.8%と、全国平均を下回る大変厳しい数値となっており、県民が施策の効果を実感しているとは言えない状況だと思っています。 子育てのしやすさは住民満足度に影響するとも言われており、出生率低下が叫ばれている中で、この切れ目のない子育て支援の充実は待ったなしと考えています。現在、知事が掲げる広島湾ネオボラは、県内13市町の実施にとどまっており、令和4年度はこの4市町しか実施されず、この23市町すべての導入は、令和11年度とこの長期の 課題目標となっててていいいまますささらにににははは県内ののの子どもの割合の半数を占める広島市においては未だに導入はされていませんそこで切れ目のない子育て支援の充実に向けて、広島はネオボラを推進しているにもかかわらず、アンケート結果が全国平均より定常な数値となっていることを踏まえて、これまでの取り組みをどう評価し、今後、具体的にどのように進めていこうと考えているのか、併せて知事にお伺いいたします。委員長 湯崎知事広島版ネオボラの成果指標として、ネオボラに取り組んでいる市長を対象として、本県独自で調査を行っている安心して妊娠、出産、子育てができると思うものの割合につきましては。 令和2年度の目標数値である81%を上回る85.4%となっており、これまでの取り組みの成果が現れつつあると考えております。また委員ご指摘の国の調査において、保健師等からケアを十分に受けられたと答えた割合につきましては、寝ぼれに取り組んでいる市長の平均では、全国平均を上回っているものの、相談先を知っていると答えた割合につきましては、全国平均を下回っており、課題であると認識しております。 今後、ネオボラの取り組みをより県民の皆様に実感していただくためには、こうした調査も含めて、さまざまな指標を注視しながら、改善などを行っていく必要があります。このため、令和3年度からすべての子育て家庭の状況を乳幼児検診等でもれなく把握する仕組みのほか、医療機関や幼稚園、保育所などの関係機関と子育て家庭の状況を共有する仕組みの構築に重点的に取り組むとともに、 様々な指標をを新たに設定してて検証を行っいいるところでございますその結果、ネオボラ実施市長では、乳児検診などにおきまして100、100%の子育て家庭で保健師などによる状況把握が行われており、家庭や子どもを孤立させず、安心して妊娠、出産、子育てができる仕組みが整いつつあると考えております。 引き続き取り組みの検証結果を踏まえて、さらなる改善強化を繰り返しながら、広島万年ネボラを県内すべての市長に広げ、すべての子どもたちが生育環境の違いに関わらず、健やかに夢を育むことのできる社会の実現を目指してまいります委員長、柿本委員切れ間のない子育て支援の充実に向けては、他にも大きな課題があると考えています。 未就学時期については、子どもや家庭の状況をネオボラでしっかりとこの全数把握をするということですが、この小学校へ上がるときには、この行政の担当部局がまあ変わるため、その情報をうまく引き継ぐことができず、小学校における子どもや家庭の支援に活用できていないと思われます。要保護児童などに認定されない限り、行政組織間であっても、個人の情報共有を行うことは、 個人情報保護条例におけるる目的が利用ととなり困難であると聞いていてますそもそも、この要保護児童のように、このリスクが高いと設定されている児童よりも、このむしろリスクが表面に出てこない家庭や児童の方が多いのではないかと感じており、情報が適切に把握できているかどうかも懸念をしています。そこで、すべての子どもたちの心身ともに健やかな成長に向けて、 子どもの育ちにつながるリスク情報をどのように把握していくのか、そして把握した情報をこのネウボラから小学校などへ共有するために、どのように取り組んでいこうと考えているのか、併せて健康福祉局長にお伺いをいたします。委員長健康福祉局長 広島版ネオボラではすべての子育て家庭の状況を把握する中でリスクの目を早期に発見し木を逃さずに必要な支援につなげるため関係機関との連携や子育て家庭との信頼関係の構築に取り組んでいるところでございますしかしながら就学などを機に必要な情報が引き継がれないことは県といたしましても課題と考えていたことからネオボラの取り組みをさらに発展させ妊娠期から義務教育課程までを対象として 子育て家庭のリスクが表面化する前に必要な情報を継続して把握する仕組みを構築しているところでございます。具体的には、福祉関係の支援に関する情報や、学校の健康診断結果など、子どもの育ちに関するさまざまな情報を集約して、AI によるリスク予測を行うとともに、予測結果を参考に、詳細な調査が必要な対象者を決定し、ネオブラの保健師や学校のスクールソーシャルワーカーなどから、 予防的な支援を届ける仕組みを構築することで、就学後も関係部署が連携して、切れ目ない見守り支援に取り組んでまいります委員長柿本委員。 県としてもいろいろと取り組んでいこうとされていることはまあ十分理解いたしましたしかし先にも申し上げたとおり残念ながら広島県は子育てに優しいこの子育てに困っていることに対してこの的確に対応していると実感している県民は少ないのではないかと感じていますまた子育てしやすいと県民が実感できる広島県の実現に向けては行政単独での支援には限界があり パートナー同士との家事育児への理解企業や各種団体とのもちろん連携そして地域住民の協力など県民がこの一体となって子育てを支える社会の金融情勢が必要不可欠だと考えていますそこで広島県はこのこんな構想で広島県を支援してるんだこの課題はあるけどその課題に向けてこのようにま取り組んでいるんだこの私たちの要望がこ ここが変わったんだなど、この県民が子育てに関するこの県の取り組みを知り、子育てに優しい県だと実感できるように、現状や取り組みを分かりやすく発信し、この共感を得ながら進めていくことが重要だと考えますが、健康福祉局長のご所見をお伺いいたします。委員長健康福祉局長 県民の皆様に子育てに優しい県だと実感していただくためには子育て当事者に対してサービスの提供や周知をするだけでなく子どもを取り巻く社会のすべての構成員が子育て家庭をサポートし社会全体で子どもたちを育んでいくという意識を持っていただくことが重要と考え多様な主体を巻き込んだ子育て施策を展開しているところでございます具体的には民間企業等の子育て支援を促進する 子育て応援育ちゃんサービスを展開しているほか子育てポータルサイト育ちゃんネットにおける地域の育児子育て支援サークルの活動紹介や子育て支援者の育成支援者同士のネットワークづくりなどにより地域の子育て支援活動を促進しております引き続き県民企業関係機関など多様な主体の力を結集して子育て施策を進めることにより社会全体で子どもたちを育む機運を醸成し 県民の皆様に子育てに優しい県だと実感していただけるよう、取り組んでまいります委員長、柿本委員。今回の県で、私もいろいろ調べさせていただきましたが、やはりまだまだこの子育てしやすい広島県となるには課題や、そしてこの縦割り行政が残っているのではないかと感じました。またた子どもの未来応援プランににはこのページにわたるこの取り組みが 掲載されていますが、すべての内容を県民が読み解くことは難しく、県民の方が子育てしやすい環境だと、やはりこの肌で感じていただいてもらわなければ意味がないと思っています。子育てには様々な課題ががあると思いますが 昨日もありましたが、明石市のようにかゆいところに手が届くようなこの行政を目指しているという伝わりやすい情報発信や、認識している課題を改善しようとしていることを伝える広報も必要だと考えておりますので、要望して次の質問に移ります。<laughs> 続いて、ICT 教育格差の解消についてお伺いをいたします。県内の教育現場にも ICT 機器が配備されましたが、 配備から県内すべての市長の ICT 機器の初期設定を完了するのに、この約1年の時間を要しており、さらには市長によって ICT を活用した学習指導の実施状況が異なっており、県内で提供されている ICT 教育に格差が生まれているのではないかと懸念をしております。次年度の予算を見ても、ハード対策に対する投資はしていても、この ICT 教育のこのソフト面は、 教このたかが1年の ICT 教育の遅れかもしれませんが、子どもの時間軸においては、この1年の差は非常に大きいと認識しており、またコロナ以外にも、引きこもりやいじめで不登校になっている子どもたちに対して、この ICT 教育を活用することで、本来、 できるはずだった支援が手遅れになってしまうのではないかと危惧をいたしておりますそこで県内市長で提供されている ICT 教育の格差を速やかに解消するためハード面以外でどのように取り組んでいくのか教育長にお伺いをいたします教育長,教育長 学びの変革の推進に向けて、知識伝達型の授業から本質的な問いを中心とした探究的な授業へと変革していくため、教員が授業力に加えてデジタル機器の活用スキルを身につけることが必要であると認識しております。このため、市長教育委員会が実施する教員研修に、県教育委員会の指導主事を派遣し、 教員のデジタル機器の活用スキルの向上を図っているところでございますが、こうした研修や学校訪問をする中で、これらのスキルについて、市長や学校間で差が見られる状況を把握しているところでございます。こうしたことから、令和4年度は、教員のデジタル機器の活用スキルについて、より詳細な実態調査を行うとともに、すべての教員がデジタル機器を十分に活用できるよう、スキルの差に応じた研修を実施してまいります。 県教育委員会といたしましては、児童・生徒がデジタル機器を効果的に活用した学びが進められるよう、引き続き教員のデジタル機器の活用スキルの向上を図ってまいります委員長、柿本委員。そこで DX 推進チームとの連携ですが、ICT を活用した誰もが学べる教育環境の整備にあたっては、 その取り組みを、この県内の DX 推進と将来ある子どもたちへの未来投資と捉え、DX 推進チームから ICT 活用の助言を受けることや、DX 推進チームとこの事業内容をこの磨きをかけて、必要な予算を確保していくことなどで、取り組みの加速が可能であると考えますが、どのように連携されているのか、教育長にお伺いをいたします。委員長教育長 誰もが ICT を活用して学ぶことができる教育環境の整備に向け、1人1台端末を最大限活用するための情報通信基盤,と情報通信基盤等の整備や、これらの活用に向けた研修、市長教育委員会に対する支援を行っております。令和4年度からは新たに教員のデジタル機器の活用スキルの差に応じた研修を実施することにより、こうした施策を検討する過程において、 DX 推進チームとと連携を図っていいるところでございます今後とも DX 推進チームとしっかりと連携し、教育におけるデジタル技術の効果的な活用を推進してまいりたいと考えております以上、柿本委員。教育分野における DX 推進について伺いましたが、この安心・誇り・挑戦広島ビジョンでは、 このの策をを貫く視点としてて DX 推進を掲げています。そこで DX を推進し、この各施策の効果を高めるためには、きちんとした横串機能として、DX 推進チームが各部局の施策にもっと積極的に携わっていく必要があると感じますが、その必要性や効果をどのように認識され、今後どのように各部局と連携していくのか、合わせて山田副知事にお伺いをいたします。委員長 山田副知事、これまで DX 推進チームは、各局における事業の検討や実施段階での参画、各局に対する参考事例やノウハウの共有、異なる分野間や組織間の連携の促進、人材育成、データ利活用の推進といった複数部局に共通する課題の検討、 ななどどを通じてて本県ののの施策の質の向上などに努めままいりましたさらに今後、安心・誇り朝鮮広島ビジョンの施策を進めていくにあたりましては、全庁的な視点を持つ DX 推進チームが、各局との連携をさらに深め、DX を推進していくことが必要であると認識しております。 こうした認識のもと、本年8月を目途に、過少ではございますが、広島県 DX 加速プランを策定し、施策の進捗や課題を各局と共有しながら、すばやく PDCA を回していくことにより、DX 推進による施策効果のさらなる向上を図ってまいります。委員長柿本委員。 私は未来ある子どもたちへのこの IT 投資というのは県が掲げる DX 推進の最も重要な投資だと考えていますし DX 推進チームがこの積極的に関与し先進的なこの取り組みとなり教育省が掲げる日本一の教育圏の実現に向けた足がかりとなることを私は期待をしております県内の DX の推進に向けて DX 推進チームにはぜひともこのもう一歩踏み込んで 幅広に活躍していただくことを要望いたしまして、次の質問に移らさせて移りたいと思います。<laughs> 続いて、広島高速5号線工事についてお伺いをいたします。広島高速5号線のシールドトンネル工事は、令和3年10月25日からは牛田地区の住宅地直下の掘削が始まっていますが、住民の方の生活に支障がないよう、安全・ 安,心に安全安心を確保しながら慎重に工事を進める必要があり今が一番重要な局面だと感じていますしかし住宅地直下の掘削が始まって11月1月に2度の中断そして2月4日に掘削が再開して直後の2月9日に停止しすでに3回もシールドマシンが止まっている状況であり これかから先のの工事も計画通りに進ままなないいいではないかと懸念をしていますそこで住宅地直下の掘削を始めていくにあたり、再び掘削工事が中断しないよう、今一度シールドマシンの一斉点検を行う必要があると思いますが、どのように考えているのか、また掘削工事は計画していた工期と比べ、 現在どの程度遅れているのか、遅れており、いつまでに完了する見込みなのか、合わせて土木建築局長にお伺いをいたします。<上>土木建築局長。シールドマシンにつきましては、装置ごとに頻度を定め、計画的に点検するとともに、必要に応じて部品の交換等を行っております。 また、屈伸中に目視することができないカッター等の掘削にかかる部分については、住宅地直下において3回計画しているカッター交換の際に点検することとしており、臨時点検の際も同様でございます。工程につきましては、高質な岩盤に伴う屈伸速度の低下や、沈下を抑制するための対策の検討に時間を要したことなどにより、これまでのところ1年程度の遅れが生じております。住民の 安全安心を第一に、慎重に牛田地区の掘削を進めているところであり、今後、牛田地区の見通しが立った段階で整理し、完成時期を示ししたいしていきたいと考えております委員長、柿本委員広島高速5号線の工期が遅れることにより、例えば、 私の地元でありますけれども、中山踏切のこのアンダーパスなど、この周辺の公共事業への、公共事業にどの程度影響があると考えているのか、土木建築局長にお伺いをいたします以上、土木建築局長周辺の公共事業としては、高速5号線の平面街路として、広島市が施工している一般県道府中祇園線の改良事業があり、 中山踏切のアンダーバス部分も含まれておりますこの事業につきましては高架部の高速5号線の橋脚や障板工事がすでに完了していることから広島市からは事業の進捗に影響はないと伺っておりますはい委員長柿本委員はい、えー、広島高速5号線の全事業費は 前回のこの整備計画では、949億円の予定でしたが、この5号線と2号線の連結路の整備など、この度重なる計画、事業費の変更で、直近には1259億円と、かなりの増額の予定となっており、この県民の公共事業に対する不信感を招いていると思っています。そこで 広島高速5号線の工期が遅れることになったことで、この今後さらに事業費の追加が必要となるのか、また必要な場合は、広島県の負担はあるのか、併せて土木建築局長にお伺いをいたします土木建築局長。高速5号線シールドトンネル工事に関する広島高速道路公社と JV との契約では、地質条件が大幅に異なる場合や、 関係機関協議によって、施工施工条件の変更が生じた場合など、契約変更を行う項目を規定しております。このため、今後、校舎と請負い業者において、契約図書に基づく協議が行われる中で、現場条件等も確認しながら、確定していくものと考えております。従いまして、現時点では、請負い代金額の変更について、申し上げる段階にはございません。なお、その結果、後者の事業費に変動があれば、 県市においても、それに応じた出資および貸し付けを、後者に対して行うこととなっております委員長。柿本委員まあいつもあのこの道路事業というものは、このまあ公共事業がまあ仮に当初より膨らんでも、結果としてまあ利用者からのですねえまあ利用料を取るということで、通常の公共事業とは、支出が違うのだということをよく言われていますが。 とりわけこの高速5号につきましてはやはり最初、事業始まる前からですね、まあ、不適切なまあ契約等々でかなりですね、えー、県民の皆様からも、えー、不信感が高まっていると私、感じていますしそしてようやく始まった住民直下の掘削工事もうすでに3回も止まっています、こういったものを含めてやはり急がば回れではないですが今一度この 工事が中断しないように、一度ですね、きちんと現状を踏まえて、事実確認をしっかり行い、そして、こう、中断することがないよう進めていくことが、まさに求められていると思いますので、そこのご検討を併せて要望いたします。最後になりましたが、午前中は、まあ、昨日の参考人の方、NPO 法人フローレンス前田市長の意見聴取でもございましたが、まあ、明石市のように、この限られた予算でも、 将来世代への投資をすることで、明石自体は出生率も向上し、そして住宅地や、そして商業地の、ま、時価も上がったということもございます、こういったやはり子どもへの投資というものは、社会的な影響も私、非常に多いと思っています。この県でも限られた予算だと思っていますが、ぜひ未来投資に積極的な予算配分をお願いをいたしまして、私の質問に変えさせていただきます。